今回は山形自動車道笹谷インターチェンジから関沢インターチェンジ経由蔵王湖道をご紹介します。今から1200年ほど昔、蔵王の山は当時神田峰、忘れずの山と呼ばれ、山そのものが神様として祀られていました。その後、奈良の吉野で発祥した修験道が全国に広まり、平安時代の後半には神田峰も修験の場となり、山伏たちが山頂に蔵王権現を祀ったことから、いつしかこの山は蔵王山と呼ばれるようになったのです。江戸時代中頃から庶民の生活が安定し、余裕が生まれ、旅行文化が花開き、遠刈田を出発点とし、西の関を経て神田山頂を目指す蔵王山参りが誕生したのです。300年ほど前から続いてきた蔵王のお山参りは、太平洋戦争後まで盛んに続けられていました。1962年蔵王エコーラインが開通すると、観光化が一気に進み、蔵王古道は廃れていき、古道を歩く者はいなくなり、いつしかその存在すら忘れられてしまいました。お山参りで歩いた道は一部エコーラインに重なり寸断されているものの、2014年に4年の歳月をかけて半世紀ぶりに復活することができました。関沢インターチェンジから国道286号とつながります。国道286号から県道との分岐点に熊野岳山頂に続く蔵王信仰の道、蔵王古道の宝座は口があります。高さ 2.7 メートルもある大きな蔵王権現塔が目印です。林道を横切るなどしながら、行きは枯れ地蔵、コリバ、ドッコ沼などを通っていきます。コリバは参拝者が装束を脱ぎ滝行で身を清めて蔵王参拝に向かった場所と伝わります。下宝沢には高さが 3.6 メートルの蔵王大権現が安置されています。毎年山形花笠祭りの前夜祭が開かれ、祭火式なども行われます。次回は山形蔵王方面をお送りします。